で、こちらが、国会議事堂前になります。これから、イベント頑張っていきたいと思います。カルミン・アムラさんよりご発言をお願いいたします。よろしくお願いします。クルミアロマと申します。私は過去にこの AV 強要被害に遭いました。 Twitter でジョニー・ミッチェルさんの青春の光と影っていう曲が今すごい好きなんですけど、詩の一番の中でこう消えない雲、可能性があったはずなのに雲がそれを邪魔したっていう歌詞があって、まさにその私にとっての雲っていうのがこの AV 強要被害に遭ったっていうことだなと思っていて、水着になってくれたらもう音楽デビューさせるよっていう風に言われました。で、一度断ったんですけど、また同じ人に会ってそのことを言われて、音楽を本当にやりたかったので、まあちょっとやってみようという風に思ってやることに決めたんですけれども、実際こう面接に行ったら、この子はヌードもできますという風に言っていたり、こう、まあ、どんどん話が変わっていく。で、AV の方向に動いていって、で実際その最後の方でも十何人に取り囲まれて、あなたにどのぐらい時間とお金使ったと思ってるのみたいな話をされたりとかして、断れなくなっていってっていう感じなんですよね。で、こう私もこうこれそれが一生消えない傷になってしまって、今こう8、19の子が実際こういった夢見てたことに、夢見てたことがあったとして、それをもしかしたらそれができるかもしれないってなった時に、冷静な判断でこう断れるかって言ったら、それはちょっと違うなと思っていて、青年が引き下げられたっていうことで、それは過酷なんじゃないかなっていうふうに感じていて、考えたのが、実際義務教育の中にこういう社会に出た時にちゃんとこうしてあげれてるのかなっていうところが、すごい私そこポイントになってきてるんじゃないかなと思ってて、実際その大人に騙されないための授業を道徳でしっかりとやってほしいって思うぐらいなんですよね。で、大人って一括りに言っても、こう大人は、まあ、私も性善説信じてるのでいい人は多いんですけど、悪徳業者の人ってで、実際こう自分が悪徳業者だっていう風に言って近づいてこないと思うんですよ。悪徳業者の人って実際こう自分が悪徳業者だっていう風に言って近づいてこないと思うんですよ。みんないい人だなと思ったり、私も最初そのスカウトの人に会った時は言葉巧みで、こうその業界のプロなのかなっていう風に思ったんですね。だからこう実際いい人だと思っても実際そうではなかったっていうことは多いと思うので、悪徳業者に騙されないための授業っていうよりも、身近な大人でこういう人はいませんかっていうようなイメージで、こう大人に騙されないための授業とかっていうのをこう義務教育に取り入れれば、もしかしたらこうよりその後社会に出た時に気をつけようとか注意喚起になったりとかするのではないかなっていうふうに思ったりしていて、 YouTube とかもやってるので、こう炎上したりとかした時に何千件ってこう実は送られ、なんかその当時のパッケージだとか動画とか嫌がらせをされて送られたりとかしたんですね。やっぱりそれが世に出回って、でライトハウスさんにも一緒にこう消してもらう作業とか手伝っていただいたんですけど、なかなかそれでも未だに消えない部分もあったりとかして、辛い出来事ではあるなと思っていて、実際私がこの話をすることも正直最初はこう戸惑っていて、でも世の中にそういうことで自殺をしてしまったっていう女の子もいるっていうのを聞いて、やっぱりそういうことになってしまうのは本当に許せないなというふうに思いました。青年が引き下げられたっていうことに対しては、そのための対策がしっかりできているのかっていうところもまずは考えてほしいなと思っていて、義務教育の中でもう私5分前行動とかって小中高の時にうるさく言われてたんですけど、もうそれって今でも
そのことは染みついていて、義務教育の中でその絶対5分前行動って言われたことによって、もう仕事でも絶対10分前行動ができるようになってるので、そのぐらいこう AV 教育、まあ、AV っていうふうに一括りにというよりは、本当にその悪い大人に騙されない授業みたいなのをしっかりと授業に取り入れることによって、予習をするとこう当日実際の授業の時に頭に入りやすいっていうように、その普段から義務教育の中でそういった授業を取り入れれば、何だろう、実際社会に出た時に、あ、こんな大人そういえばいるって言ってたなとかって思い出してくれて、心の余裕が少し生まれるんではないかなと思うんですよ。社会に出た時に、あ、こういうこと言っていたな先生とかって思って、これ気をつけなきゃいけないなとかって、冷静な判断で物事が見れるようになるんじゃないかなと思うんですよね。なんでこの大人はこんな風に言うんだろうとか、うまい話って世の中に結構やっぱり小中高ぐらいの時はまだあると思ってて、それをこうしっかり客観的に物事を見れて、まあ、俯瞰して物事を見るっていう力をつけてほしいなっていうのが私はすごい思っていて、社会人でパッと出た時に失敗してしまった、あ、もう自分は生きてられないっていうふうに追い込んでしまうと思うので、やっぱその心の余裕っていうものを見つけてもらうためにも、しっかりとそういった授業を義務教育の中で徹底してほしいなっていう部分と、やっぱりこの目に出回ったものはなかなか消えないものなので、本当に誤って AV 出演教養っていうものだけはしちゃいけないものだなと思いました。繰り返しのつかないことっていうのはまさに、このことだなというふうに思っていますので、私もこう未だにまだ新しいことを何か始めようって言った時にも、やっぱこういう過去のことがあるので、なんかどうしようって迷って、結局自信が持ってなくて始められないっていうことも多いので、本当にこれは一生かかってこう消えない傷になってしまうので、本当に気をつけてほしい私のお話とさせていただきます。ありがとうございます。本当にまとめられなくて失礼します。ありがとうございました。夢を利用されて、その出演した機会がですね、今も消えない傷になっていると、4分の1がそれを求められていると。でそのうち、まあ、3人に1人は結局それに応じざるを得なかったということで、まあ、そういう被害本当に広がっている。これ内閣府自身が調査をしていただいているわけなんですね。でこのうち、だけど実際に起訴されたり有罪になる人は少ないですよね。なぜかというと、やっぱり、まあ、この犯罪として強制が立証できるようなものがないから。今日はありがとうございました。